本日も宇宙メイトチャンネルへようこそ、ゆです本日のテーマは「ハッピーなシンクロニシティが当たり前の世界」についてです。でこのシンクロニシティって何かっていうとあのーまあ、定義づけられてるのが、まあ、意味ある偶然の一致っていうことでユングが以前言ってるみたいなんですけどあのー、本当にこのハッピーなシンクロニシティもともとえっと 私たちはその周波数に合わせて自分の周波数に合,わ合った世界をあの体験してるんですよねだから例えばあの人によって「うわあも,もうやだやだこの人もあの人もやだ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 」みたいな不平不満でもう頭がいっぱいでいつも怒ってるいつもイライラしてるいつも不安いつも自分には価値がないって思ってたりする。 そそんんな、えっと、周波数ででいるるとれれを現実に起こしてくれたりするんですよねだから自分には価値がないって思ってる人はより自分が価値がないって思えるような現象とか人が来たりもうあとはイラ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 した、まあ、あの人はいやこの人は嫌って言ってる人は嫌だ嫌だって思うその現実を体験していくじゃあ例えばこのシンクロニシティ え私って運いいよねとか私ってなぜか人に助けられちゃうんだよねとか私ってなんとかなんだよねっていうのがハッピーな感じであればそのハッピーなシンクロニシティは当たり前のように起こっていくんですよ。でこのシンクロニシティっていうのは、えっと、本当にタイミングでもあるんですよね。だから例えば、えっと、私ががこれあれあ欲しいなって 思ってたらその日の夕方とかに別の人が「あこれあげる」って言って欲しかったものをくれたりとかそれがじゃあ1年前とか1年後だったらちょっと忘れてますよね。だけど「あこれ欲しいな」って思ってそれが忘れないうちにかなったりすると「あこれ この前にあっっったたたやつが叶っちゃったみたいな感じでだからすごいタイミングがいいんですよね。じゃあこれってあのタイミング良くなりたいですよねもうえせっかくならハ,ハッピーなシンクロニシティのその世界で生きていきたいって思うと思うんですけど、あのー、本当にこれってもう宇宙って本当にシンプルなんですよ。私たちがめちゃくちゃ勝手に複雑にしているだけで本当はめちゃくちゃシンプルなんです。 でまあどういうことかっていうとまずそのタイミング一番いいタイミングってどのタイミングだと思いますかあこれをやりたいこれをやらなきゃあれをやらなきゃやらないといけないことはたくさんあってその中でそれをやるタイミングベストなタイミングっていつかっていうとやりたいって思った時が一番ベストなタイミングなんですよ。 私たちの心っていうのは本当にすごくてであの高次元の自分って言われてるハイヤーセルフはえっと自分自身のなんかめっちゃ意識高い系じゃないんですけどえっと過去とか未来とかその全てのこの全てを網羅してる自分の えーと過去未来とかも分かるし自分のひ光そのもの私たちは光光そのもののエネルギー体で、えー、と物質世界だから体っていうものを持ってその光が体を持った状態になってるんですけどじゃあハイヤーセルフはっていうと、まあ、非物質のものでで自分自身なんですよ高い視点の自分自身。そうした時に あのハイアーセルフはその自然とあなたが、えっと、本来の自分この光そのもので私たちは光そのもので生まれてきてるのにこうやってああしなさいこうしなさいこうじゃなきゃああじゃなきゃ女性だったら男性だったら社会で生きれていくには組織で生きていくにはいろんなものをこうやって身につけてその光がかすれていてかすれていくんですよ。で あれみたいな私って何が好きなんだったっけ私って何がしたいんだっけえわからないみたいな周りの人見たら好きなことやってる人見てわいいな私にはそんな好きなことがないしって思ったりすると思うんですけどそれってどういうことかっていうと曇りりすすすぎて見えなくなくったりするんですよじゃあハイヤーセルフはっていうとあなたが光だったっていうことをあなたがこの人生でやりたいって思ってその ある程度の大まかなストーリーをこう決めてきた時のその大まかなストーリーに近づくためのヒントをたくさんくれるんですよ。でハイヤーセルフはあなた自身でもあるのであの例えばあなたのハートが動き出すんですよ。あ今だあ今やると一番ベストって思ったタイミングでやれるようにこうしむけるんですよ。 たらあやりたいああれやれなんか直前までやりたいって思ってなかったのにふと「ああれやりたい」みたいなとか「ああれやろう」みたいなって急に思えたりそのタイミングっていうのが一番ベストだよっていうことを教えてくれるんですよ。じゃあ会社でいろんな仕事がありますよね。 いろんなことがたくさんあってうわーどれからしようっていったときに実はやりたいことからやるっていうのがこれが結構キーワードだったりするんですよ。じゃあほとんどの方はやりたいことをやってたら 期限に間に間合わなないいんじゃないとかやりたいことをやれるなんてこんな制限だらけの中でやれるはずがないって思ってる方がほとんどだと思うのでそれがちゃんと現実世界であのちゃんと起きるんですよ。やりたくない例えばスケジューリングスケジューリングっていうかその段取り段取りに合わせて動くことの方がうまくいくっていう人は 思ってる方は、その思ってる通りになる。で、あの別にそんな、全部が全部やりなさいっていうわけでは全然ないです。あの、多分制限の中でやっぱりやらないといけないこともあるっていうのはあの十分承知しているので、その中で、例えば大まかな枠、順番、例えばどれからやろうかなって言った時に、やりたいなって思うことからやっていくと、 やりたいからや,やるので、でエネルギーが回りすすんですよね。いい方向にこう乗っていくっていう感じですじゃあその次の瞬間はそれ終わったじゃあ次何やりたいかなって思ってやっていくだからこう楽しくやれるんですよねこうちょっとずつとか今やりたくないっていうのはやらなくてよかったりするんですよね実はこれってでも本当に信用できるまで あの実は実験みたいなものでもあるんですよ。本当にやりたいことからやったらうまくいくのかなって試しに実験をしてみてでやり続けてみるそうしたらあもしかしたらそうかもって思えた時にそういう現象が起こってくるんですよねじゃあなぜやりたいことからやるといいのかっていうとさっき言ったベストなタイミングハイヤーセルフからのメッセージじゃあ 職場で言うとどういうことかっていうとスケジューリング的にはこの順番でやった方がいいっていうのがあると思います ABCDEFGHI えっと社会で言うとこの順番でやった方がうまくいくよっていうやり方があったとしますそうした時にハイヤーセルフえっともう早く帰りたいなーとかって思うじゃないですかとかもう 好きなことをしてなんかシンクロニシティが当たり前な世界でいきたいなとかって思ってるとどうなるかっていうとハイヤーセルフが教えるんですよはい最初はじゃあ C からやってはい次は A 次 E みたいな感じで ABCDEFG みたいな感じでえこれからやった方がいいよっていうのを教えてくれるんですよ。で現実世界でどういうのが起こってるかっていうとえっ、ー、と例えば A からやってたら例えば A をやり終わった時に「あ先輩みたいなこれ見てください」って言ったらあのちょうど電話中でわ時間がわあってでもこれをやらないと。 うわー進めないなーと思って先輩を待ったりしてでそこでやっと A を先輩に見てもらってでみたいなで次 B, にや B やってみたいな B やったら実はあの別の人に「こうはいこれやりました」って出来上がって「あーじゃあ見とくね」って言って見てそしたらしばらくしたら「あごめん会議でさあのこういうふうな変更があったんだよね」ってだからもう一回やり直してくれるとかって言われたりするんですよ。 で、実はこれを B をそれをハイヤーセルフがキャッチしてるのであこれ後の方がいいなみたいなだからこれをここでやる頃には会議が終わっててで「あなんとかくん」みたいな「ああのね」ってあの B の案件なんだけどこういうふうに変更があったからそれを踏まえてからやってくれるって「もうごめんもうすでにやっちゃったかな」って言ったら「あ大丈夫ですあのこれからやるので」って言っていいタイミングでやれたりとか。 本当にこれは実際に経験したらもうめちゃくちゃあるんですよこういうことがうわーよかったとかだからこれが当たり前になるとシンクロニシティが起こるのが当たり前な生活で過ごしてるとそうじゃない時があ今周波数落ちてるみたいなちょっと上げようみたいなあちゃんとちょっと自分に戻ろうとかって言って戻れたりもするんですよねでもじゃあ これって本当にそうなんですかとか言ったとしてもこれは自分の現実世界でで試すすしかないんですよこれが結構重要であの正しいか正しくないかとか自分に合ってるか合ってないかっていうのは自分で試してみるっていうことがキーワードなんですよ。じゃあ試してみて合わなかったらそれを捨てるやらない。 っていう選択肢を見つけるることができるんでき、ね、んす何か人それぞれやり方があってとか合う合わないがあるじゃあそれをその人から言われたからとかではなくあそれ一回そんな世界体験したいから取り入れてみようかなと思って実際やってみるとこのぐらいやるとうまくいくしこれやりすぎるとちょっと困るとかっていうその塩梅がわかるんですよね。とかタイミング とかっていうのはなぜタイミングが分かるかっていうとたくさんずれたタイミングを経験してるからだからこそタイミングっていうのが分かるんですよだからチャレンジしてチャレンジして実験して実験してこうやってやっていった時にあのベストでハマるるタイミングがあるんでですよでベストハマったタイミングの時にああの時の自分ってこうだったからこういう風になったのかなっていうデータが取れるんですよ。 じゃあそれはっていうと誰か別の人があのうまくいってる人が「えこのタイミングでやった方がいいよ」って「もうちょっと早くや動いた方がいいよ」と「もうちょっと遅く動いた方がいいよ」って言われたとしてももうちょっとの「ちょっと」っていう感覚は人それぞれ違うんですよだから自分で試していくしかないしだからこれも実際に一気に例えば一気にこれをこれ通りやろうとすると多分ブロックがおそらく出ると思うんですよね。 やりたいことからやってうまくいかなかったらどうしようっていう不安が出た時はその不安が、えっとまあ、増強したりするのでじゃあどうしたらいいかっていうとまずはちょっとだけ試してみようみたいな一気にこうやって変えることはできないけどここまで ABC までいった。で次はは本来は D だけど 試しに E をやってみみようかなみたいな、たい今っていう瞬間 E をやった方がいい感じだからって言ってこことここだけだからこの差もちょっとあんまりないじゃないですか前後みたいな感じでだからやりやすいところからやっていくで F はそのまんまだしみたいな FG もそのまんまみたいな感じでえっと自分の に合っったやり方ってていいうのを自分で見つけていくそれはっていうと自分の心の震えに意識を向けていくで最初からわからないと思うんですよ鈍い鈍いというか鈍っちゃってるから社会のしがらみとかいろんなもので見えなくなってるのででも見ようとする心というか自分のやりたいっていうことなんだろうって自分にとってのいいタイミングって何だろうって言って 疑問が湧いた時からスタートするんですよアンテナが立つのでじゃあ自分にとっていいタイミングっていうのはってあこういうことなんだっていう情報が入ってくるのでそうすることでやっぱり変わるきっかけヒントが来たりするので是非それを試してみられたらいいんじゃないかなと思いますですねなのであのー、本当にあとはこのやりたいことからやっていくともうだから 今っていう瞬間やりたくくななないことがなくなっちゃうんですよねじゃあやれなかったとしたらやれなかったっていうことやりたいことをずーっとやってきてるその仕事ではあるけどこの仕事っていう制限の中で例えばやりたいっていう順番でやってあげるとじゃあその日やれなかったことっていうのはどういうことかっていうとやる必要がなかったこ,ことだったりするんですよ。私たちは全てをやらないといけないいいととけか まあまあそういう仕事に疲れてる方もあると思うんですけど次に繰りり越せるることともあったりすす思うんですよねだから今っていう瞬間ベストなタイミング今やりたいっていうことをやってやってやっていくことでやれないっていうことはだってやった方がやりたいっていうことをやった方がうまくいくっていう確信があればその瞬間思わなかったっていうことはあじゃあ自分にとって その瞬間は必要なかったんだなっていうことにつながったりするのでここってその思い込みを変えるっていうことはえっ、ー、と慣れれば簡単なんですけど最初ちょっと、うん、難しいかなって思うんですけどでもその難しい簡単も全て観念なんですよだからあのいやきっと簡単に変えれるって思ったら簡単に変えれたりもするので。 ま、最小数思えないにしても、まあ、ちょっとずつそれをやれていけたらいいんじゃないかなと思いますじゃあやりたいことをやっているじゃあ例えばチャネリングとかこういう不思議な体験のことを私は話してたりするのでああそういうふうになりたいなとかああそうやってメッセージ受け取りたいなとかっていうのもあると思うんですよじゃあそのこれまあすごいパラドックスであるんですけどえっと そうなったら楽しそうだなって言ってリモコン設定というか未来の自分で、えー、とチャネリングを楽しくやってるそんな世界を選択したいって思ってたらピッてこの時点でチャンネルを一回合わせるあのその世界っていうのにフォーカスを一瞬するとあとは全て忘れてよくて。 今っていう瞬間のやりたいことをやってればちゃんとここにたどり着くようになるんですよしかも最短ルートでこれ最このやりたいことをやるっていうことは最短ルートなんですよねなぜかっていうとこのハイヤーセルフからのメッセージなのでだから思考ではなく心で動くことが最短ルートへ行くでもみ やっぱりみんなそれぞれ思考が働いたりとかそんな直感でずっと生きていくのって大変だよねって思ってる人は一気に変わらないと思うのでまずやれるところからで全然いいと思いますじゃあ今っていう瞬間じゃあ楽しいチャネリングを楽しくやっているけどここはやれてないじゃないですかった時にああなんかできてないなって 思うことがあったとしてもできて。ないというよりも今はできる必要がないからできないですよね。だからえっと全てが okok、OK OK。その瞬間の完全だって好きやりたいと思っていることをやってて、これ学びたいと思うことを学んでて聞いてみたい。っていう動画を聞いてて。 でそれでいて、えっと、毎日毎日自分の、ま、その瞬間のベストを尽くすことができてたらできないっていうことはそその瞬間それがが完璧ななんでですよできる必要がないもっと他に大切なことがあったりもっと他にそのチャネリングできること以上に大切なことがあったりするのでただできてないだけ。 だからすべて OKOKOK、OK OK OK、ってしてたらチャネリングはできてもできなくてもその瞬間その瞬間幸せじゃないですか。だからこそ幸せ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 ,幸せって過ごしててそうする頃にはチャネリングなんてしたいとも思ってないとしたいとも思ってないっていうかなんだろうそのことすら考えてないときにこの状況になったりするんですよ。 別の楽しいことに気を取られててああこれも楽しいなああれもやりたいことやれて楽しいな楽しいな楽しいな次こんなことやってみようあ本当にあやれた面白いなって思ってた時に実はえっとチャネリングを楽しくやってるっていうことはチャネリングやりたいなとかっていう思ってないっていうことですね。周波数がえチャネリングって楽しいこの楽しいっていうこの周波数に合ってるって感じですね。 だからこの時は楽しくやってるっていうのがやっぱりキーワードああこれ伝わ,伝わりますかね伝わったらいいけどなだからできようができまいがあなたの幸せは変わらないし今すべてのすべての必要なものは揃ってるんですよねもしじゃあ,あできないできないって思ってても できる人がそばにいてくれたらそれはもうイコールじゃないですかある意味別自分がしなくてもいいやみたいな感じだし例えばえっとチャネリングできたらいいなって思ってたとしてもできてないできてないにしろじゃああこれってどうなんだろうって問いかけた時にたまたま YouTube でその情報をキャッチすることができたらもうできてるものと一緒なんですよねイコールというか。 たときにどう思うかというと、あ、私自身は直接その頭とかその心からそういった言葉が聞こえないけど、質問している答えはちゃんと受け取ることができていることに気づけると思うんですよね。で、それに気づけることが今じゃあ私そのでできてるじゃんみたいな。私ヒントもちゃんともらえてるじゃんって思えたら。 あの自然とこれはここの周波数とイコールになってたりするんですよねだから別に私チャンネルリング直接そのダウンロードこうメッセージが下りなくてももう情報キャッチできてるから別にあ,のあってもなくてもどうでもいいやってだって私幸せだしだってヒントちゃんと来るしみたいなだし私は生活でもうまくいってるし自分の才能も発揮できてるし。 別にどっちでもいいいやみたいな感じだとだからこの才能がないからうまくいかないっていうのはとか直接聞かないとわからないっていうことではないんですよね。本当にこの世界はだから方法が違うだけ本当に自分という、えっと、存在がいた時にいろんな方法で情報はキャッチできるんですよ。 だからそれに気づくための,のこのチャネリングできてない時期だったりするんですよ。なのでもう私たちは完璧なシンクロニシティの中で生きてるやりたいって思うことがベストなタイミングっていうのが分かるとより生きやすくなるんじゃないかなと思います。ということで本日も、えー、とご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。